1万円を使って YouTube のプロモーションをしたいと思います。おはようございます、こんにちは、こんばんは、真田さおです。 YouTube のチャンネルのページですね。こちらが私のチャンネルのページなんですけれども、上部にプロモーションというタブがあるんですね。こちらをタップしていただくと、プロモーションを行うと通常のチャンネルの成長に加えて動画の新しい視聴者を獲得できますというね、説明書きがあるんですけれども、まずプロモーションは YouTube スタジオのプロモーションタブを使用すると、作成した動画のシンプルな広告キャンペーンを設定することができるんですね。最近 YouTube 見てると、たまにこれは広告ですっていうねタブが出てきたのがわかるかと思うんですけれども、そういったものを表示させる機能なんですね。はい。で、ちょっと簡単な条件としては、10秒以上の長さがあって、Google の動画広告の要件を満たしていて、Google の編集ポリシーに準拠している必要があります。こういった条件はあるんですけれども、お金を使うことによって視聴者数を獲得できるかもしれないというものになっているんですね。ということで、私も早速なんですけれども、はい、1万円ですね。Google の広告で稼いだお金なんですけれども、これをですね、また Google に戻して使ってみようかなってね、考えてみました。こちらは準備編なので第1弾となります。第2弾で、10日後ぐらいにね、どのようにチャンネル登録者数とかが増えたのかっていうのをね、やっていきたいと思います。ということで、まずは第1弾として1万円かけてプロモーションをしてみたいと思います。ということで、早速こちらの開始のところからプロモーションしてみましょうか。開始。どのアカウントを使用しますかということで、現在 Google 広告のアカウントを設定している方は、こちらに数字、個人用のね、ID みたいなものが出てくるかと思います。モザイクしておきますね。これを選択して、主な目標は何でしょうかということで、視聴者の拡大、チャンネル登録者数とチャンネル内の他の動画の視聴回数を増やす、動画の視聴回数、プロモーションの対象となる動画の視聴回数を増やす、ウェブサイトへのアクセス、視聴者をクリエイターのウェブサイトに誘導すると、3つあるんですけれども、私はやっぱり視聴者の拡大ですね。はい。チャンネル登録者数とチャンネル内の他の動画の視聴回数を増やすですね。こちらの方に力を注いでいきたいと思います。どの動画を宣伝しますか？チャンネルの動画を選択。新たに動画を作成する必要はありません。チャンネルから一つ選んでくださいとあるんで、ここ最近アップロードした私はですね、この節約旅行の動画にしましょうかね。節約旅行宮古島3泊4日。今回も航空券とホテル代で3万円台で済みましたっていうね、動画があるんですけれども、こちらの方をですね、力を入れていきたいと思います。プロモーションの見出し。はい。このように表示されますよっていうことですね。スマホで見た場合は、このように表示されるということになっております。プロモーションのターゲット。プロモート動画は、既存のチャンネル登録者と、視聴情報に基づき、あなたのチャンネルを視聴する見込みが高いユーザーに表示されます。はい。日本になってますね。ここはですね、言語の部分なんですけれども、すべての言語のユーザーにプロモーションを表示するには、言語を指定しないでくださいって書いてあるので、言語を追加するか空白のままにしてくださいということですね。空白のままにしておきます。予算なんですけれども、これね、初期状態だと2000円ってなってるんですね。ただ、ここにびっくりマークがついてて、合計予算額が1万円以上のプロモーションは、パフォーマンスが高くなる傾向にありますって書いてるんですね。はい。合計予算額に基づき選択した終了日まで1日平均133円が使用されます。これは2000円の場合ですね。なので、私はですね、終了日を8月16日にして、さらに1万円の予算にして、プロモーションを行ってみたいと思います。ここに推し払いプロファイルに私の名前が出ているんで、モザイクかけちゃいますね。
はい、では情報の入力が終わりましたので、プロモーションを実行してみたいと思います。はい、ステータスが保留となりましたね。この審査には全てのプロモーションに対して簡単なポリシーチェックが行われます。通常この審査には1営業日ほどかかりますとなってますね。これでプロモーションがいけるのでしょうか。まずですね、この審査をクリアしないといけないんですけれども、審査クリアできるといいですね。それからサムネイルも魅力的なものに変更しておきましょうね。ということで、1万円を使用して YouTube のプロモーション機能を使ってみるをやってみました。第1弾の動画となるんですけれども、第2弾では実際に増えた視聴者数などの数をですね、確認したり、どの程度視聴回数が増えたのかっていうのをね、確認していきたいと思います。ということで、第2弾をお楽しみにしてください。この動画がいいなと思った人は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。真田サロでした。